はい、皆さんこんにちは、生チャキ MC のゆららです。今回は生チャキのスタジオを飛び出しての新企画でございます。その名ものついでに、イエーイ。このコーナーは北海道競馬のついでに絶対に寄ってほしい日高地方のおすすめ観光スポットやグルメスポットを余すところなく紹介する企画。これを見ればのついでに行きたくなる。ついでに、ということでのついでに、今回の行き先は紋別競馬場から車で20分圏内のおすすめの場所3選です。1つ目がヨギボーと名馬と絶品バーガー、そして2つ目、競馬好きにはたまらないバグ専門店、3つ目、焼肉屋なのに丸々が絶品。いや、気になりますね。じゃあ早速行きましょうか。この辺何があるんだろうって知らない方絶対多いですよね。多いと思うよ。だってゆららはどう、競馬生チャキ去年からやって、うん、競馬以外でこの辺の観光ってしたことある？ないです。あ、ない。だから私こそあれですよね、知らない代表として。知らない代表で、ね、この辺を楽しめる自信しかないです。なるほど、なるほど、うん。いい企画だ。いい企画でしょ。だって調べなくても見てるだけでね、一応知る方がいいし。なんか観光マップみたいなもんですね。いやー、いいですね。いいでしょ。マップ作っていくの楽しいな。この前にベルサイファー見えますか？あったヨギボーって書いてる。ここですね。近い。曲がっていく、まあ、ここからね、もうちょっと先進みますけど、このね、でもヨギ、あのベルサイユさんは、はい、あの千歳からも観光バスが走ってるから、割ともうこの辺の観光地としては代表的な一軒。じゃあ行ったことないんだったらまずは行ってみてっていう一つかもしれないですね。いい、あの行きやすいし、うんうん、いいと思う。さあ、はいはいはい、これは看板、見えますか、ベルサイユ見えます。こちらをですね、はい、曲がっていくとですね、自動で門が開くそうです。どうぞ。え、何、ちょっと王族な気分。開きましたすごい。のついでに最初に訪れたのは紋別競馬場から車でおよそ20分、名馬がヨギボーで気持ちよさそうに寝ているあの CM でおなじみのベルサイユリゾートファーム。お重長さん、アドマイアジャパン、ローズキングダムなど国内で活躍した競走馬たち延べ20頭以上の引退馬が暮らしています。こちらではその引退名馬たちに囲まれながらカフェをはじめ宿泊も楽しめる施設になっています。ローズキングダム、いやー、かっこいいですよ。ほら、人参です、どうぞ。いやかわいい、かわいい。さっきね、鼻ふわふわってさせてくれたんですよ。おいしい？おいしい。すごい、まっすぐ見つめられてますもん。あ、取れた取れた。サク食べてるからここちょっと削れてるの。じゃあバイバイ、ローズキングダム。わかるのかな、言葉。ちょっとね、行ってみましょうって言ったらもう自分から戻っていきました。すごいですね。ヒルノダルーム、かっこいい。この D の後の点がかっこいいですねなんか海外の名前って感じがする。魔法の人参を使いましたおはよう、こんにちは。私の手はね、食べ物じゃないんだ。あー、歯大きい
どう、美味しい？美味しかった。他人のギムレット第69回日本ダービー優勝、ピクッとしたよ。おはよう、ニンジンだよ。ちょっとヨギボーだし、ヨギボーの座り心地も気になるんですけど、もっと気になる可愛い現象が起きてます。こんにちは、猫ちゃん、可愛い。あなた丸っこいのね。すごいふわふわで気持ちいい。あーもうちょっと癒され具合が段違いです。こっち向いたの。普段は会員様限定でこの柵の奥に行けるみたいなんですけど、今日は特別にお邪魔させていただくことになりました。ちょっと存分に楽しんでいきたいと思います。こんにちは、ごめんなさいね、お食事中全然気にしないでもぐもぐ姿を見せてくれてなんならちょっと距離近くなってきてる気がします。もう贅沢すぎる経験でした。あと残すは、そう、絶品バーガーです。名馬とヨギボーに癒された後は絶品バーガーを。こちらでは食事の他にもオリジナルグッズをたくさん販売しています。あんなにリラックスした状態で、しかも私のもう目の前に来てくれて、鼻もね触らせてくれるっていう、あんな癒しな空間、もうたまらんの一言に尽きますね。もう思い出をこう思い返しながらこのハンバーガーをいただきたいと思います。もうこれね、高さがすごいんですよ。このぐらいあります。パテも肉厚だし、だって使ってるのビラトリ和牛ですよ。でトマトもニシパの恋人。こんな贅沢なハンバーガーあります？あ、うん、おいしい。噛んだ時のこの瞬間にこのバンズの小麦の香り、すごくいい香りで、噛めば噛むほどお肉の旨味が深くてびっくりします。でもお肉はちょっと粗挽き感があるので、肉肉しさも感じますし、このバランスがすごくいい。肉肉しさもフレッシュさもあって、あんなに馬と触れ合った後にこんなに美味しいハンバーガーが食べれるなんてすごく幸せです。名馬とヨギボーと絶品バーガー、ぜひ楽しんでください。いやもう楽しかった最高ですね。さあそんな1軒目を終えてですね、はい、次が、バグ屋です。バグ屋、バグって聞いて、はい、何想像します？どんなものがある？まあジョッキーがいつも手に持っているムチとか。ああなるほど、そのぐらいかな。あと馬の背中にこう乗っけるあれなんですか、クラ。そう、そのぐらいかな、私がパッと思いつくのは。そうもしない間にはい、はい、左手に、いや、え、もう競馬場の目の前とかじゃないですか、はい、こちらでございます。あら、一旦サドラー、サドラーさんに到着しました。続いて訪れたのは紋別競馬場のほぼ向かいに位置する一旦サドラー。こちらでは競馬で使う馬具の専門店ということで、競馬関係者御用達のお店となっています。もうまずここ気になったんですよ。来てください、これ、勝負服、北海道競馬所属のジョッキーの皆さんの勝負服ですよね。で、
あれ北海道競馬リーディングって書いてあるんで、この順番って今現在のリーディングの順番ですよね。だからのここが入れ替わればきっと入れ替えっていうのが店員さんがねしてくださってるんだろうなっていうのが想像つきます。あら蔵じゃないですか。すごいしっかりしてますよ。記念にパシャリ、またがって撮影の際はスタッフにお声掛けください。お、ということはこういうこと。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私、バグ屋さん初めてなんですけど、はい、ちょっと一通りぐるっと回ってみて。あ、どうぞどうぞ、いいですか、はい、もしよかったら一緒に連れてきてもらっちゃったりとか、はい、いいですか、はい、ありがとうございます。僕見ました。何ですか。あら、キラが大集結。僕らが探してるキラです。そうなんですよ、こちらサンプルでもらって、で、記者の方もよくご来店してくださるので、はい、来た方にサインいただいてるんですよ。本当だ。で、実は今ですね、このマスコットのところが空いてるので、はい、ぜひゆららさん。いやいや、ちょっと待ってください。いやいやいや、私なんかがおこがましいです。いやいやいや、この前広報の方が指定校でしたんで断ったんで。いや緊張するわ。あ、おにぎりマーク書いとこ。よし、ほかほかの米粒も書きました。はい、やっちまいました。やっとそう思ってたんじゃん。ありがとうございます。生茶器を代表してサインしちゃいました。騎士の皆さんの全員のサインをコンプリートしたいそうなので、ご協力お願いします。失礼します。バーカウンター、おしゃれですね。ここであれですよね、大画面でレースとかも見れちゃったりしますか。はい、完成のか生茶器もしてますね。生茶器、ありがとうございます。ちょっとすごい、これ吹き抜けから馬ちゃん見れますよ。お客様にもご好評いただいて、お好み物もお出ししているので、あ、ゆっくり飲みながら馬を、はい、楽しむことができるんですか。で、奥にですね、まさかのこれ何でしたっけ、ボールつくやつ。ビリヤード、そう、ビリヤード。キムタクがやってるところしか見たことないですよ、私。パッと見ですね、分かるものがない。こう、唯一こう見ていくとヘルメットはさすがにわかるかなっていうぐらいで、この辺は人が身につけるものですね。馬乗り用のズボン。あ、馬乗り用のズボンなんですか。ライダースパンツですね、これ。ライディングパンツ。で、こちらがプロテクター、落ちたり蹴られたりするときに怪我を最小限にするの。で、これはムチですね。あ、最後の直線で、ちょっとムチ私も持ってみていいですか。こっちが持ち手で、で、これでキチってやって、まあ、普段こう持ってて、はい、で、ゴーサイン出すときにこう持ち替えてこうって感じですね。おぉ、かっこいい今ね。普段はこう持ってやるときに持ち替えて、ちょっと今の上手にできたんじゃないですか。ですよね。イララさんに質問です。はい、これは何に使うでしょう。まあ、私が使うんだったらこうですよね。あ、なるほど。おしゃれだ。ね、おしゃれ。なんかあるわ。おしゃれですか。でも、馬買い物しないんで。あ、馬に使うんだ。これ馬に使います。視聴者の皆さんはこの道具何に使うか分かりますか。この感じってもう馬の鼻とかぐらいにしかハマんなさそうじゃないですか。どうぞ。え、こういうこと。まあ、ほぼ正解ですけど逆ですね。逆、はい、こういうことですか。腰。そう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 。鼻の穴。先通って言って、馬っていうか腹板を起こすんですけど、はい、その腹板の時に物を食べさせないようにこうやって口にカゴをしちゃうんです。こうですね。これが正解ですね。すると物は食べられないけど
水だけ飲めるっていう風に。ここの穴ってそういう役目があったんですね。水だけ飲めるっていう。で、腹痛がこれ以上ひどくならないようにするための道具です。そんな道具があるんですか。面白い。全然知らなかった。ちょっとしたクイズでした。楽しい。この後もいろんなバグに触れてたくさん学ばせてもらいました。私が使えそうなものはないかなと思っていたらですね、なんとめちゃくちゃ可愛いアクセサリーを発見しちゃいまして、特にこのイヤリング可愛くないですか。もう一回ビリヤードやって、はい、1個でも穴入れば、はい、僕買えますよ。覚えましょう。いいんですか。ちょっとじゃあコツ教えてください、はい。ということで初めてのビリヤードに挑戦。玉が入ればイヤリングゲットです。今回のルールは好きな位置から打てるという甘々チャレンジ。コツも教わったのでかっこいいところ見せちゃいます。やったるで。この動きよし、いけるぞ。いきます、せーの。初めてのショットはハスラーもびっくりのジャンプショットもどき。その球は横の壁に当たって青玉にも当たるというある意味ミラクルショットとなりました。泣きのもう一回。じゃあ ということで本当にイヤリングを買っていただきました。競馬関係者じゃなくても楽しめる日誕サドラー、ぜひ一度行ってみてください。競馬クイズ面白かったね。いや面白かった。私がね一瞬バッグみたいに使っちゃった。いや大正解です、ね、腹痛のさあ、はい、お腹空きましたか。ちょっとずつ空いてきましたよね。焼肉屋さんなのに〇〇が絶品じゃなかったっけ。お寿司。おお、なるほど。ああ面白い。お寿司でも食べる量、はいはい、こちら。あ、もうあっという間に食堂へですか。本日最後の一軒は門別競馬場から車で5分、焼肉レストラン食堂園です。競馬関係者はもちろん地元民から愛されているお店。焼肉屋なのに〇〇が絶品？果たして〇〇も気になるんですけど、まずはお肉でしょ。ということで人気の3品持ってきていただきました。カルビ、味噌ホルモン、バジルホルモンでございます。じゃあ早速ギュッと焼いていきます。いきます。おお。いい音。やばい、焼肉だ。シンプルにテンション上がってますね。いただきます。おうまっ。だってすっごい柔らかいんですけど、カルビ甘だれがすっごく合う。ご飯欲しくなる。このご飯欲しくなる時って本当に美味しい時じゃないですか。おお、うんうん、おいしい。さっきのカルビとはまた違う甘さで、なんか味噌の優しい甘さが第一印象で広がってきます。食べれば噛むほど
ホルモンのこの食感というか独特の特徴的な味広がっていきますね。わ、おいしい。バジルの爽やかさが一瞬で広がるので、この味の違いで楽しむ意味がある。でこっちは塩だれっぽいベースであっさり、でも奥まで味がやっぱり染み込んでくれてるので、こっちもずっと食べてて飽きない。食堂へに来たらまずはこの3種類のお肉を味わってみてください。からの丸々を注文。その正体は、こちら塩ラーメンになります。はい、ありがとうございます。丸々は塩ラーメンでした。見た目は透明の透き通ったスープです。で、ネギ、メンマ、ナルト、チャーシュー、もやし入ってるので、結構シンプルな見た目だなっていう第一印象です。じゃあ早速いただきます。うわ、待って、あっさりしてて美味しい。焼肉屋さんに丸々スープっていろいろあるじゃないですか。卵スープとかわかめスープとか、そのスープなんじゃないのっていうあっさりさと美味しさです。スープ絡んでますね。もう卵麺もいい。さっきまでこうお肉をねたくさんいただいたじゃないですか。あの脂身を食べた後にはこれがベストです。お肉の後にはもうこのラーメンしか考えられないですね。さすが、これが人気の〇〇だったんですね。納得です。極上のお肉の後に食べる塩ラーメン、満足すること間違いなしの一件です。はい、ということで第1回目ののついでにが終わりました。いやもう今まで経験したことのない贅沢な思いをたくさんさせてもらいました。あんな近くで馬が見れて、そして触れて、でそこで美味しいもの食べたでしょ。あとはもう自分の知らなかったような世界でね、バグいろいろ触れて勉強もできて、で最後もみんな大好き焼肉で、絶品の〇〇は塩ラーメン、もう最高でした。まあ、時間も時間でまだ北海道競馬開催してる時間帯なので、のついでに私は競馬場に行ってきたいと思います。それではまた第2回目をお楽しみに。行ってきます。